の手を握っていると不思議な感覚に。そういえば先ほどの占いで、なるほど、そういうことでしたか。クス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 。あのお方を傷つけた罪、その命で償っていただきますわ。消えろ消えろ消えろ。優しい教官だったのに急に。つべこべ言わずに言いなさい。私たちはゴミ虫です。声が小さい。私たちはゴミ虫です。あなた様、日焼け止めというのは真珠の粒一つくらいを目安に少しずつ、ちょっとそんなに中身を出して出しすぎです。日焼け止めというのは多ければいいというものでは。私のくす、いえ、日焼け止めはとても強力ですので。これは私があのお方の姿になっている。一体どういった原理でこんな奇跡が。まさか私の思いが通じてついに物理的に一心同体となることができたのでしょうか。ああ、声までちゃんとあのお方のものですわ。なんて勇ましく、それでいて優しさを感じられる美声。永遠に独り言を言っていたい気分です。僕はエリコが一番大切なんだ。他の子のことはもういいよ。君がいてくれれば。こんなことまでできてしまう。もっと、もっと堪能しなければ。クスクスクス。私の体の隅々まであなた様の愛で満たされていくのを感じます。クスクス。幸せですわ。様に私のすべてを教えます。クス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 。私は無色です。あなた様色に染まりますわ。あなた様の腕に抱かれるのなら犬でも猫でも何でも。言えません、言えませんわ。クス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 。あなた様のまつげの数を数えることですわ。クスクス。あなた様が祝ってくださる私の誕生日がありますから。あなた様、あなた様、あなた様。言えました。あなた様の故郷に赴き、その空気を肺いっぱいに。皆さんのことは嫌いではありません。
このお方にちょっかいさえ出さなければね。あなた様の血をすする家畜生、この斧で成敗を。どうして止めますの？私だって欲しいのに。まだ終わらせませんわ。もっと私の奥を覗き。あなた様どちらに？あなた様！誕生日？私のですか？なぜそんなことを覚えているのですか？なぜって、同じギルドのメンバーじゃないか。いつも身を挺して戦ってくれてるあんたに心ばかりのお礼だよ。そうですか。それならありがたくいただくことにしましょう。甘いですね。まるであのお方の優しさのよう。ありがとうございます。あなた全身絵の具だらけで動くたびに飛び散ってますわ。少しおとなしくしてもらえますか？そういうエリコ様もお手手が絵の具だらけでござるよ。ふふふ、いわゆるギャップ萌えというやつですな。まったくもうみんなして絵の具まみれじゃない。あら、この赤いのは？そういうあんたもほっぺに絵の具がついてるじゃないか。ほら、綺麗にしてやるから、そこに並びな、あんたたち。私が切り分けますね。これはあなた様の分。クスクス。こちらのケーキにもこの薬を一滴。あら、青い顔をしてどうしましたか？大丈夫です、何も怖くありませんわ。この一口で今よりさらに私への思いが燃え上がるだけですから。逃げても無駄ですよ。燃え盛る愛の炎は決して二人を離さないのですから。クス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 。